アンドレアス・オグリスは、オーストリア・ウィーン出身の元同国代表サッカー、選手、サッカー指導者。ポジションはフォワード。実定のエルンスト・オグリスもヘルタ・ベルリンなどに在籍した、元オーストリア代表サッカー選手。赤い髪が特徴的だった、オグリスは1993年から1997年まで、FKA ・アウストリア・ウィーンに在籍し、 スペイン一部の RCD s パニョールやラスクリンツにも短期間在籍した。快速、熱い投資も持ち合わせていたオグリスだったが、1998年に指導者へと転身する前、FC アドミラバッカーメイドリングに手元役を引退した。1983年、FIFA ワールドユース選手権に出場した。同年、アルバニア代表との親善試合で、 オーストリア代表デビューを果たし、1990FIFA ワールドカップにも参加した。オーストリア代表として、通算63試合に出場して11ゴールを挙げた。代表最後の出場となったのは 1997FIFA ワールドカップ予選のスコットランド戦で、フランツワイクナーとの途中交代だった。二千十四年二月十一日、二千十四から十五 シーズン終了までの契約で FK アウストリア、ウィーン B の監督に就任した。しかし、当時トップチームの監督だったハーバート・ガイガーが解任されると入れ替わる形で、オグリスがトップチームの監督になった。ありがとうございます。